もしもし、こちらエリザベスでございます。いつもお世話になっております。お話がございますので、ベルベットルームまでお越しください。ベルベットルームへはコロニアンモールからもお入りいただけます。扉をお探しください。私そちらの前にてお待ちしております。お呼び立てして申し訳ございません。実は折り入ってお願いがございます。私思うところがございまして、お強い方を探しておりました。もしよろしければ私よりの依頼にお答えくださいませんでしょうか。中にはあなたのエスコートが必要な特別な依頼もございますが、もちろん依頼達成の暁には相応の報酬もご用意しております。お客様がお力を示しにいらっしゃるのを私心よりお待ち申し上げます。私からのお願いです。素晴らしい。で、素晴らしい。おや、すでに条件を。おや、すで。素晴らしい。で、無理強いはいたしませんが、ご一考いただけると幸いです。では何と、そういえば、では何とぞ吉報をお待ちしております。そうそう、吉報をお待ちしております。あなたはまあ、吉報をお待ちしております。吉報をお待ちしております。ふふ、吉報をお待ちしております。そういえば、あれ、え、もしかして、
素晴らしい。楽しみにしております。それん？よし。お待ちしておりました。素晴らしい。はい、そういえば。よし、今日も任せとけって。これは。さて、お次はと。箱の中身も。一気に雰囲気変わったね。てか顔。階段ミッケ。シャドウ発見。電撃が弱点だ。今なら。電撃が弱点だ。停車。キッチン。敵がダウン。いいぞ、竹馬。お願い。ここは。いい調子。行こう。はい、行こう。最後。次もさっきみたいに決めよう。気をつけろ。てっ、うん。
カじゃないね。ほう、やべ、ちょっとトイレ行きてえかも。来る前にちゃん。そういえば。なあ、気をつけろ、敵だ。やるな。たまに骨のあるやつがいるけど、そうじゃなきゃ面白い。気をつけろ、敵だ。まさか。よさ。なあなあ。
きげんよう。私からの成果のご報告を。それではごきげん。私からのお願いです。それで、気をつけろ敵。あ、そうだ。もう ごきげん。依頼を受けていた。素晴らしい。では何とぞ。それで、まとめて。わかった、引き取ろう。それで今日はいつもより安くしてやる。間違いないか。ああ、わかった。何を持ってきた？いく、それを。ああ、引き受けた。いい、わかった。いくつ、わかった。いくつ、ああ、引き受けた。用は済んだのか。それ、今日はいつもより安くしてやる。好きなものを選べ。どうする？新しいのを調達しておいた。時間があるなら見ていくといい。そいつでいいの？わかった。持っていけ。そいつ、わかった。持っていけ。何を探してる？ん？もういいのか。じゃあな。
緻密だ。そうだな。どうかね。そうだね。街の真ん中にシャドウ、しかも交通機関を乗っ取るか。これはいよいよ始まった可能性を検討する必要がありそうだね。モノレール、モノレールにモノレール、プッそうだ、メモメモっと。だが今回の勝利は偶然に味方された要素が大きい。特に最後、運転台の操作を誤っていれば、あれだけで命に関わったに違いない。シャドウが集団で機械を乗っ取るという前例のない行動。モーターが壊れて、モーターどうしたんだ、今日は冴えてるぞ。メモメモっと。ちゃんと歩道を歩きましょう。車道は大変危険です。本題からだいぶそれたところで乗ってきてしまったが、まあよし。そうだ、書き溜めておいて今度みんなが集まった時に全乱発射だ。靴下を発掘した。もはや作戦と何の関係もないね。へ、それからと。格ゲーの動きとか戦いの参考になんねえかと思ってさ。ド派手な必殺技とかあったらやっぱ強そうだろ。だろだろ。それにほら、俺たちの力って心の力とかいう話じゃん。だったらやっぱ漫画とかゲームとか参考になると思うんだよね。ああいうヒーローを見てるとさ、
気分上がるし、イメージ湧くだろう。ああ、でもいつか逆に俺らの活躍がゲームになったりしてな。前もほら大勢助けたじゃんか、モノレールのやつ。あの時とか大活躍だったろ。あの危機一髪からの生還、映画のクライマックスっぽかったよな。美味しいとこは割とお前だったけどよ。ああ、前はさ、ちょっとばかし手間取ったけど、今度大物出たら俺マジ活躍するから。お、リーダー風吹かせたな。次はお前の出番、食ってやるよ。俺割と真剣に頑張りたくってさ、力に目覚めて使命ができて、いいきっかけになったってか、こういうの待ってたっていうかさ、俺の青春やっと動き出したみたいな感じすんだよね。だからまあ、お前にはまだまだ負けねえって話よ。のんきに構えてるとすぐにリーダー交代だからな。じゃあまあ、だべってばっかないで対戦でもするか。次の大物の前にまず、ここが俺とお前の大一番だ。んだと？ご立派な吠え面書かせてやるぜ。オラ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 。素晴らしい。楽しみにしております。それではご機嫌、私からのお願い、成果のご報告を。そういえば、まあ、それで始めるぞ。じゃあ、違います。
どなたさんじゃったかの。皆まで言うな。ストーフェイク入れただけじゃ。わしはそこまでボケとやせ。さっきまでばあさんとお前さんのこと話してたんじゃ。お前さんはこんなもん好きかい。もらいもんが余っちまってな。持ってっとくれよ。いいっていいって、こんなつまらんもんでそんなかしこまらんでいいよ。礼儀正しい子じゃの。あいつとはえらい違いだわい。よかったらお友達の分も持っていくかい。わしとばあさんじゃ半年かかっても食べきれんからの。あいよ、じゃあ持っていきな。リアルにどなたさんじゃったかの。もうおじいさんたらごめんなさいね。おじいさんってば最近物忘れがひどくて。はい、こればあさんや。あいつはどこまで行ってるんかの。せっかくのお客様だってのにお構いませんと。すまんの。こんなボケ老人相手よりも若いもんは若いもん同士がいいじゃろって。もうちょいしたら息子が戻ると思うしな。のばあさんや。おじいさん、あの子のことは。ああ、そうじゃった。うちの息子、死んじまったんじゃった。すまんな。お構いもできんで、息子に代わって謝るよ。二人ともそんな顔して。暗くなるのはお外だけで十分じゃわい。また来とくれな。ばあさんと待っとるよ。おかえり。うっしー。あのさ、おはよう。だ。そう、バカ。
では。序盤からこんなことを言うのもこっぱずかしいんだけど、そんなね、スラッとスリムな感じで僕の前に立つんじゃねえよ。月光のイケてない方呼ばわりされたら僕ここで号泣するぞ。いいのかよ。聞き覚えのある声がすると思ったらやっぱり君か。要件分かってるかよ。出しなさい。出た！イマジンシー！ちび、霊柩車でなくて、消防車でなくて、その通り、ナイス洞察力。騒がないでくれたまえ。私が不審な目で見られる。社用があるから今日はこれで失礼するが、君、末光のぞみくんだろ。調べたよ。こっちもいつまでも笑ってられないからな。考え直しておいてくれたまえ。心底怖かった。助かった。僕の大事なおふくろさんがチヂミッパ。僕は末光のぞみって言うんだ。チミってばチミってば、華奢なのに広くて大きな背中がすてき。我は何時、何時は我、何時新たなる絆を見出したり。魚背中が素敵なチミも来る。ごちそうされとく。なんせ僕はキングだよ、グルメキング。I'm Gruma King 2009! あれ、2010? まあいいや。キングがキングたる食の奇跡は、なぜに、ポンポンいて。イマジンシー、ズバニュー、こちらをまた今度。おかえり。
すまないミツル、あと少しで終わる。まあちょっとな。アキヒコ、体の調子が悪いのか。さっきから息が上がっているようだが。俺なら大丈夫だ。それよりこいつを気にしてやったらどうだ。こいつも転入早々入院して授業が受けられなかったんじゃないか。確かにそうだな。去年の私のノートだが、よければ使ってくれ。授業内容はそう変わらないだろうからな。相変わらず完璧なノートだな。教科書より分かりやすい。褒めても何も出ないぞ。だがそうだな、ノートの取り方には少々こだわりがある。授業中は先生の話に集中し、メモに留めておく。後で内容を構成しノートにまとめるんだ。時間はかかるが、後の復習もはかどるし効率もいい。日頃から計画的にこなせば試験も余裕だろ。君は物覚えが良さそうだな。今度効率のいい勉強方法を教えようか。ミツルの言う通り、効率は大事だ。時間は誰にでも平等だが、それをいかに使えるかで成長に差が出る。ああ、時間は1秒たりとも無駄にはできない。ではそろそろ勉強に戻ろうか。よし、終わったぞ。おい、アキヒコ、その汗に息切れ、やはり体調が悪いんじゃ。いや、実はずっと空気椅子してたんだ。ノートを写し終えるまでやめんと決めてな。勉強と筋トレを同時にこなす、これが効率的な時間の使い方というやつだろ。お前というやつはいつも完治前に無茶はするなとあれほど言っただろう。効率重視と言っても極端すぎる。君は絶対に真似してくれるなよ。よし、みんな結構進んだな。今日はここまでにしよう。確かこの間この辺に出てこんの。おお、よくわしらが探し物してるってわかったの。お前さんてばエスパーさんかい。わしのメガネをじゃなかった、財布を探しとるんじゃが、難儀でのう。お前さんってばエスパーさんじゃないのかい。
ちょうど誰かに手伝ってもらえたらなぁなんて考えてたとこなんじゃよ、わし。こんだけ探して出てこんとは。で、何を探してたんじゃっけ、わしら。ボンジュール。外に大層なもの落ちてござったよ。ここのではありませんか。うわあ、これじゃよ、これこれ。この財布を探しとったんじゃ。金の財布でも銀の財布でもなく、この財布を探しとったんじゃ。やや、お主、噂の転校生殿であらせられるね。拙者も同門、月光館の生徒でござるよ。拙者フランスよりこの近所に参った留学生、アンドレ・ローラン・ジャン・ジェラール、あだ名はベベと申す者なり、お見知りおきを。こんなとこじゃなくて、今後ともよろしく。拙者常日頃より家庭科室で修行の身、暇なら遊びに来るです。それではオルボワールでござる。ずいぶんとまあハイカラな子だったね。確かこの中に入れといて、財布の中なら忘れんじゃろって。おお、あった、やっぱり財布の中じゃ。やったね、わし。おじいさん、それってその鍵ってもしかして。やだな、ばあさん、車の鍵じゃろうが。息子が乗ってたやつの。こんないい子が来てくれたから、こう二度目の若気の至りかの。久々にアクセルブーンってしたくなってな。ばあさん、わしいくつに見える？やめてください、車に乗るだなんて。私を一人にするつもりですか。はあ、ごめんなさい、いきなり大声出しちゃってびっくりさせちゃったかい。息子な、こないだ話したじゃろ、死んじまった息子。仕事から帰る途中事故でな、酔っ払い運転のダンプに突っ込まれての。ああ、わしを殴っとくれ。デリカシーのないわしを殴っとくれ。ばあさんの気持ちも考えずにはしゃいじまって。わしってやつは、わしってやつは。なんかわしらみんなしてへこんでない？せっかく財布も見つかったんだし、ばあさん、たまには外に食いに行こうかいの。あれ、お前さんにはこれ、一緒に財布を探してくれたダチンじゃよ。先輩に釘刺されちゃってさ、赤点取ったらどうなるか覚悟しておくんだな、なんてもう目がマジのマジよ。つうわけで頼む、二人とも俺っちに救いの手をプリーズ。だったら真面目にやんなさいよ、全然集中してないじゃん。
ほら、こういうのってまずは準備っつの？気分を上げるのが大事じゃない？机の上を片付けてきれいにしたりとか、集中できる環境作りとか、ムード作りとか。というわけで、井織純平、場を温めさせていただきます。はあ？いきなり何言ってんの？では君、歴史、数学、国語、どの純平講座が聞きたいかね？うん、歴史の話が聞きたい。それでは化石を探しに行った調査隊の話なんだけどさ、ドキドキしながら発掘していたら、なんと土器が出たとか言ったら引っ叩くから。オチ先に言っちゃうのなしでしょ。あと暴力反対つか、こういう息抜きも必要でしょ。お前はどうだったよ、純平講座。だよな、いい勉強をするにはまずいい気分転換が必要だよな。ちょっとやだ、あなたまで純平化しないでよ。純平に付き合ってたらこっちまで勉強が進まないっての。いっそ赤点取って霧城先輩にきついお仕置きをしてもらった方が勉強になるんじゃない？いや、ちょっと待って、ほんの冗談だって。真面目にやるからお願い、見捨てないで。こうしてこうすれば、あそこがああなって、なあ、ここんとこを教えてほしいんだけどさ。へえ、ちゃんとやる気になったんだ。最初からそうやってればいいのに。さっきの話、落ち前にちょい間を取った方がウケると思う？それともテンポ重視でいくべき？純平はもう空気だと思って二人で勉強しよっか。はあ、今日はこの辺にしておこうか。一緒に勉強したおかげではかどったかも。メイブルースの意味は五月病。では次のセンテンスの。どうしたイオリ、五月病か？いや、なんでもです。あ、キリジョー先輩、この問題なんですけど。なあ、マジでやべえくらいいい匂いするよな。無理っしょ、こんなん。あっちの方からいい匂いがふわってさ。
ああ、俺も思っていた。たまらないな、この香りは。お、話せるっすね、真田さん。いやー、いいっすよね、華やかでエレガントな気品あふれる香り。どちらかというと刺激的な中にあふれるようなジューシーさを感じるが。え？今夜食に牛丼を温めてるんだ。いい匂いだろ。そっち？つか牛丼？お前もかよ！普通ここは食い気より色結晶。真田さん、俺の分もあります？牛丼の前に勉強だ。ほら、君も手が止まっているぞ。あと5問正解できたら食べていいぞ。どう？牛丼牛丼牛丼。まるで人参をぶら下げられた馬だな。食べ物に釣られるとか単純すぎでしょ。よし、ここまでにしよう。夜食もほどほどにな。
助かる。帰ってきたか。先輩、全開したそうですね。おめでとうっす。復帰メニューが山積みだ。丸一月サボってたわけだからな。急に無理するとまた折れちゃいません？そうも言ってられない。新たなペルソナ使いも見つかったしな。おお、新戦力ってことすか。もしかして女子とか？女子だ。うちの高等部2年のな。山岸風花。3人とも知ってるか？山岸？あ、確か E 組の。なんか体が弱いとかで学校ではあんま見ないような。俺たちのいた病院へ来てたらしい。それで適性が見つかった。しかし素養があっても体がそれじゃ戦いは無理かもな。召喚機も用意したんだから。もう諦めちゃうんすか？せっかく俺が手取り足取り個人レッスンとか。何？そのかわいそうな動物を見るような目は。みんなよ、俺を見んなよ。お前たちには負担をかけたが、それもここまでだ。あ、この日のために仕上げてきた。必ず答えるさ。遠慮なく指示をくれ。リーダーはお前だからな。遅れを取った分はすぐ取り返してやる。先輩としての意地もあるしな。まずは前線に出してくれ。
これは。そうだな。よし。